あ、皆様どうも長らくお待たせしました。松原ユーグレアコースティック、それでは始めさせていただきたいと思います。イエーイ。はい、ということで今日はですね、流れさんとですね、小島さんに歌っていただきたいと思うんですけれども、ね、いきなりなんですけど、流れさんこうやって CD をこれ新しい CD をそちらの方で販売しておりますので、またよろしかったらお願いします。それでは早速あとね、歌っていただきたいと思いますね。それでは拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。松原ユーグレアコースティックようこそ来ていただきましてありがとうございます。本当風の冷たい中だったので、店内も少しひんやりしてるかと思うんですけれども、あったかい時間になるように歌わせていただこうと思います。まずは今日の日に感謝して、ご褒美のようなものという歌から聴いてください。誰かが人知れず流す涙はまた笑える日を願うためかな。誰にもそんな日があることを知り、強くなりたいと思った。それは優しい歌声に泣けるような嬉しい変化がご褒美だ。あの子だって人知れず流した涙で明るくいたいと、そう子だって一人きりで泣いちゃうような日はそばにいられたらって思ったんだ。
どうもありがとうございます。ご褒美のようなものという歌を聴いていただきました。この歌がタイトル曲になったアルバムを、2年前、2011年ですか、の12月に出したことをきっかけに全国各地、全国流通しているわけではない CD を自分自身が動いて生の歌を聴いてもらっていろんな方に手にしてもらおうということで1万人に会いに行くっていうタイトルで全国への旅をスタートさせたんです。その中で井上さんと会うことができましてこの夕暮れアコースティックに出させてもらって今回実はこの夕暮れアコースティック4回目くらいじゃないかなと、はい、思うんですけれども毎月あの 3日にやってるっていうことを聞いたのでその近辺に、近所にいるときは連絡をして歌わせてもらってるような感じでたびたびこうしてここでライブができています。私はこうしてあのいろんな町でライブをしているので、地元である音更町帯広市の隣町なんですけれどもそこで、小麦の生産量が日本一の町なので小麦の畑の上で歌ったりだとかあと遺跡の前で歌ったりとか船の上で歌ったりとかいろんな場所で歌を歌わせてもらってるんですが漬物店で歌うっていうのはここならではだなと思いますしあの実は私ここの柚子大根が大好きで大好きなんですって言って伝えていたらあの柚子大根流れに美味しいと聞いてここに買いに行きましたって言ってくださったお客様には流れ割引っていうのをまで実施してくださってるんですよそんなのも地元でもないことだなと思ってとても嬉しいなと思います。自慢です。今日はその漬物店でのライブ短い時間ですが自分自身も楽しみたいと思います。地元にある駅をタイトルにした歌を次に歌います。幸福駅って聞いたことあると思うんですが帯広空港のすぐ近くにある駅です、それをタイトルにした歌があります。幸福駅聴いてください。線路は続いてく晴れても曇りても雪の中も私一人でも変わらないままで行くあてもわからぬまま歩いてきた道は残しててyou
地元の景色を歌った歌が私の歌多いんですけれども、十勝は万栄競馬という競馬もあります。日本で唯一残されている、サラブレッドではなくてドサンコ、ドサンバが、ソリを引くというレースなんですね。なのでとっても遅いゆっくりとしたレースなんです。ずっしりずっしり、もう600キロくらいあるって言ったかな、ソリを引くレースなので全然前に進まないような直線のレースなんですけれども、その馬たちが私は大好きで、シンプルに馬っていうタイトルの歌もあります。その歌を次にお届けします。ちょっと力強い歌です。吐く息は白く走る背中に降りかかる雪、凍りつく化粧、朝日に光るこの街の始まりから、続く物語、難しくない、美しい言葉もあるけど、下向いた大事の姿に気づいたら気をつけて顔を上げる、そうやって繰り返してきた道、土を蹴って前へ前へと進む、進めやがて、
進む進めその息がどっか遠くに聞こえても闇を砕いて前へ前へと目指す目指せやがてその空が白む時まで思いを握りしめてその足を運び続けて夢見て離さないでその足が探し続けて1万人に会いに行くの旅をスタートさせましたが、その旅でいろんなたくさんの出会いがあったおかげで、ご褒美のようなものというアルバムが売り切れまして、でその出会いの中で新しい曲がいっぱいできたので、新曲をたくさん詰め込んだアルバムも完成しました。タイトルが光というアルバムなんですけれども、その中の曲も歌わせてもらおうと思います。私は6人兄弟8人家族っていう大家族で生まれ育ちました。5番目の子供だったんですよね。上の兄姉2人ずついるんですけれども、がまともに就職したり結婚したり孫を産んだりしてくれたおかげで、私はすごく自由に今旅をする人生を送らせてもらっています。父と母にはすごい感謝してて、母さんの歌すごくたくさんあるんですが、今まで父さんの歌って全然生まれなかったんですよね。なんですが、ニューアルバムの中にはそのままズバリ父さんっていう歌が収録されています。もうすぐ2児の父になる井上さんに父さんという歌を歌います。Thank you.
進化してるなっていろいろスピーカーが外に向いていたりとかいろいろな変化があって嬉しいです。私はあの思い出してみたらちょうど11ヶ月ぶりに来てました。去年の4月に来て以来だったんですけれども、その間美代子さんは何度出ていたんでしょうか。ほぼ毎月出ていたんでしょうか。この後は小島美代子さんが登場されますので、いつもの、いらっしゃってる方は楽しみにされてると思いますが、最後まで楽しんでいってください。最後の1曲流れをお届けします。ニューアルバムはタイトル光というタイトルになりました。そのタイトル曲を歌いたいと思います。ちょっと静かな歌ですが聴いてください。死んでしまおうと思ったことはないけど、生きてくことに迷う日なら何度だってある。そんな日があなたにも、そんな日があるのなら、そんな日に届けられればと思って歌う歌だよ。この人生ができるだけ短いといいなんて、罰当たりな願い事たまにしてしまうんだ。夢の中でうなされて目が覚めてもまだ怖くて、どこにいるかわからずにずっと震えてるんだ。この世界は苦しいから、この世界は悲しいから、この世界は汚いから、この世界は無常だから、だからこの先どうしよう、だからこの先どうしたい、だから一緒にいたいよ、だから一緒に生きていて。どこにもない理想の島、それはこの胸の中にいつだって大切にずっと抱えてるんだ。バカにされて笑われてもなぜかずっと持っていた、光ることのないただの石ころのように。この世界は苦しいから、この世界は悲しいから、この世界は汚いから、この世界は無常だから、だからこの先どうしよう、だからこの先どうしたい、だから一緒にいたいよ、だから一緒に生きていて。この世界は悲しいかな、この世界は愛しいから、この世界は悲しいかな、あなたがいる場所だから、だからずっとここにいたいよ、あなたとずっといたいよ、
だから一緒にいたいよ、だから一緒に生きていて、どうもありがとうございました。北海道出身の流れでした。また会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。もう一度流れさんに拍手をお願いします。はい、すいませんね。はい、ということで、またまた。はい、ありがとうございました。流れさんですね、先ほども言ったようにこちらの方で、CD を販売しておられますので、新しい方が青い方ですね。今日はお父さんという非常に素晴らしい曲が入っておりますので、ぜひ買っていただいてですね、よろしくお願いします。はい、ということで北海道ね、すごいですよね。1万人に現れたんですよね、はい、そう、1万人に現れてね、1万人言うたらどんなもんやってちょっと想像できないんですけども、すごいお人でございました。はい、ありがとうございました。またぜひ出ていただければなと思いますね。はい、それではまた僕が出てきたらこのスリースリーサービスの宣伝でございますけども、本日はですね、なんとおひな祭りということで、ちょっともうね売り切れちゃったと思うんですけども、松陣さんね、バラ寿司売ってますね、一番今日はほんで試食していただいてると思うんですけども、神山さんの七切り餅ですね、こちらですね、うちのとこでも今日はですね、なんと130円で売っておりますので、ぜひこれひな祭り限定の、こうなんかね、ちょっとインターネットで見とったらですね、引きちぎったかのようなお餅やから言うて、もうご存知やと思うんですけども、そうなんですよ、なんか中身が見えてるので、そういうらしいですね。はい、面白いですね。結構最近はインターネットで何でも調べてしまうんですけども、ぜひ今日だけなので、食べてみてはいかがでしょうか。はい、それからまあどうでもいいんですけど、うちのしば漬けが300円が250円になっておりますので、ぜひお買い求めください。あとはいつものですね、クイズですね、これ結構最近ね当たるんですよ。なんか一応3名って書いてるんですけども、ちょっと最近ね応募総数が増えてきましてですね、5名の方に当たるようになってますので、意外と倍率としてもなかなかいいので、当たると1000円券が当たりますので、ぜひお願いしますね。それから前でカレーをやっておりますので、そしてそのカレーをですね販売していただいている販売の方ですね、実は近所の劇団の方なんですよ。それちょっとその劇団のちょっとですね、お知らせなんかちょっとしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。劇団の人です。外の、商店街を歩いている皆さんもこんにちは。劇団衛星という劇団で、普段俳優をしております。私首藤と申します。外でもう一人販売している女性は上本というものでして、私たちはですね、新町高辻にファミリーマートがあるんですけど、そこの、ビルの2階が劇場なんですね。でそこで、普段はお芝居をやったりとか、あとは小学校とか中学校とかに演劇を教えに行ったりしています。で、今日は牛すじカレーの売り子として馬車馬のように働くんですけども、僕らの今年のですね、もう今週だ、今週の、土日にですね、我々もう10年以上茶道のお芝居をやってまして、お茶ですね、茶道のお芝居をやってるんですけども、それの、滋賀が今週ありまして、滋賀県で宇野家という宇野元総理の、お宅というかギャラリーを改築した場所で、やるんですね。で来週の土日に、北野天満宮さんをちょっと南に下ったところに建創院という、
お寺がありまして、そのお寺でも、来週の土日に茶道のお芝居をやります。樹香の庵という村田樹香というあの和び茶ですねの、お芝居をやります。で、僕村田樹香の役なんですけど、実際にお客さんの前でお茶も立てます。お茶とお抹茶がついて2500円でお芝居見れます。お茶は宇治の、丸久小山園さんのお茶を提供いただいてまして、お菓子は、その北野天満宮さんの裏にあります追松という、もうご存知だと思うんですけど、追松のお菓子を提供して、あとはお香も松栄堂さんのお香も提供しておりまして、お香も味わっていただくという、そういうお芝居になってます。何度も美味しいと、はい、そうですね。上演時間はだいたい90分ぐらいで、和室の中でいい香りを嗅ぎながら、はい、物語を楽しんでいただけるような感じで、ちょっとすいません、今日チラシを持ってきてないんですけども、はい、またすぐ近くなので、またちょっと漬物屋さんの井上さんのところにチラシも持ってこさせていただいて、はい、置かせていただければまた、はい、皆さんに持って帰っていただけるかなと思っております。はい、はい、すいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。井上英生さんでした。ありがとうございました。はい、あ、すいません、何かと商店街と絡んでいただけるので嬉しい限りでございますけども、それではですね、小島美代子さんに歌っていただきたいと思います。ちょっとご準備の方をお待ちくださいね。